ということで、ここからエッセイ面接対策に入っていこうと思います。先ほど綾先生からお話をいただいたらですね、あの英語試験のところっていうのは、まあ、やはり上智とか早稲田とか慶応といったような人気校になってくると、うん、どうしてもちょっとこう足切りに使われるみたいな毛色も否めないので、うん、ぜひですねちょっと高校で落とされないようにしっかりと点数を、取っておきたいところですね、うん、でその上でエッセイ面接対策があるというような感じなので、うん、入っていこうと思います。はい、では、エッセイの対策スケジュールですね、先ほど簡単に申し上げたんですけれど、志望理由書と面接対策はセットで考えていただくのがよろしいかなと思います、うん、基本的に出願のエッセイを読んでそれに対して面接を行うという形式の大学がほとんどですので、しっかりと面接で聞かれて困らないようにですね、自分のことをちゃんと知っておくっていうのと、いろいろなことに対して具体的な計画を立てておくという意味で、短くても3ヶ月ぐらいは見込んでおいていただけると、しっかりと身のあるエッセイと満足のいく面接ですねができるのではないかなと思います。出願エッセイ面接の基礎というところなんですけれど、まず自己分析ですね、自分をちゃんと一貫した人間として語ることですね。人間って自分のことを好きに話そうとするとすごく一貫性のないストーリーになってしまって、初めて会った人がこう10分とかで話を聞くにはこう散らばりすぎていてわからないことが多いんですよね。ですのでちゃんとこの人がどういう人なのかなっていうのが見えるように、一本筋を通したストーリーを語るっていうことが非常に重要かなと思います。そのために自分がやりたいことっていう軸をですね、大学でやりたいことと絡めて明確化していくことっていうのが非常に重要です。またもう一つの要素として大学研究というのがあって、学びたいことをしっかり明確化しておくこと、あとは大学に入ることが目的ですよというふうなプレゼンテーションにならないことですね。将来の方向性っていうのが自分の中でこういうふうに決まっているので、その目的に対して手段として大学でやりたいことがあるんですっていうふうなプレゼンテーション、この自主性のアピールをしっかりできるかっていう、この私の研究とこう大学に対する研究っていうのが合わさったところに志望理由っていうのをしっかり置けるかっていうのが非常に大切かなと思います。アメリカの大学とか海外の大学に出願をする際だと、具体的な大学での研究内容というよりかは自分のポテンシャルであったりとか自分の持ってるスキルみたいなのをどんどんアピールしていくみたいなことが多いんですけれども、日本のこの辺のですね有名大学にしっかり出願していく際には、きちんと研究内容もしっかり明確化して語っていく必要があるかなというふうに思います。ということでですね、具体的にはこういう感じで進めていくといいよというようなお話で、4つ意識している要素がございまして、まずは主張として3つ用意をします。まず自分が今問題意識を持っていることというのは何かというのをしっかり社会の中での問題と絡めて語ることですね。でそこから発展して左下にあります将来取り組みたいこと、将来のゴールというのにつなげます。この問題意識を持っているので社会でこういうふうな活動をしたいですというような、現時点での将来像で構わないので将来像を用意するですね。でそこから右下研究計画っていうところに戻ってくるんですけど、じゃあ将来こういうことをやりたいから大学ではこういうことを研究すればいいねっていうような感じで、ちょっと大きくしたものを手元の4年間の問題に落とし込んでいく、具体化するっていうような感じですね。でこの3つを主張として志望理由を展開していただくのがいいかなと思うんですけれど、その背景としてなんで自分がその問題に取り組みたいのかとか、どうしてそういうことに興味を持ったのかとか、どうしてその手法が自分に合っているのかといったようなところをですね、しっかりと自分のバックグラウンド、自分が経験したこと、考えたこと、これまでやってきたことと絡めてやっていただくというのが非常に重要かなと思います。なので問題意識、将来の方、研究計画、その全てを根拠づける背景ですね、この4つというのを意識して作成をしていただけるといいかなと思います。でこのバランスがちょっとうまくいかないとこういう風なエッセイになってしまうよというような例なんですけど、まず学校の魅力を羅列してしまうエッセイですね。これは割と陥りがちかなと思うんですけど、こう大学のいいところとか、この大学のこのカリキュラムが素晴らしいみたいなことをこういっぱい書いてしまう、大学の研究はしっかりできてるけど自分の研究がしっかりできてないエッセイってことですね。これは大学の先生方、教授の皆さんも自分の大学のいいところとかを知っているので、そこばかり褒められてもこの受験者本人の魅力とか人間像とか狙いというのが見えないエッセイになってしまうので要注意というところですね。逆に特にアメリカの大学も同時に出願しますみたいな生徒に多いのが、自分の性格や強みをガンガンアピールして全ての大学に対して同じパーソナルステートメント、志望理由書を出そうとしている生徒というのがいるんですけれども、日本の大学ではあんまりこういうのは好まれなくて、大学でやりたいこと、なんでこの大学でなきゃいけないのかとか、研究計画はなんか具体的なビジョンがあるのかみたいなところがしっかり見えているエッセイの方が好ましいかなと思います。
またこれも同じような感じなんですけど、経験の話ばかりになってしまうですね。私はこんなことを経験しましたという、ここはですね、メインが志望理由になってない感じになってしまうので、経験はあくまで根拠付けとして大学で学びたいことを述べるために使うというような形を意識していただくといいかなと思います、うん。あとはこれもあれあれですね、将来的な目標が不明瞭なエッセイ、これはですね、特に国際教養学部リベラルアーツカレッジに入りたいというような生徒さんにすごく多いんですけど、やりたいことが決まっていないから国際教養学部に入りますっていうようなこうプレゼンの仕方をしてしまう生徒さんですね。ここはちょっとこう大学側からとってもあまりこう望ましくないなというふうに見られてしまうことが多いので、大学に入って何かこう学びたいことを見つけていくというよりかは、大学で学びたいことはあくまで将来の目標に対する手段として書くのが好ましいですというようなことはお伝えしておきたいなというふうに思います。その辺はですね、じゃあ今どんなことに興味があって、どんなことを将来の今やりたいこととして将来の目標として設定しようかっていうようなところがですね、一緒にこう授業の中でやっていくような部分ではあるので、その辺も含めてお問い合わせはいただければなというふうに思います。ということで、まあ実際のエッセイなんですけど、これは慶応の SFC のやつですね。志望理由と入学後の学習計画と自己アピールをしてくださいというような感じで語数指定があったりします。学部によって結構字数は違うんですけれど、少ない学部だとオンラインのアプリケーションフォームを入力しているときに画面が志望理由を書いてくださいってピロッて出てきて、そこになんか急に500字ぐらいで書かなきゃいけないみたいなようなものがあったりだとか、長い学校だと、まあ、きちんと1200語、英語で1200語ぐらい書いてください、まあ、日本語だと2000字とか、まあ、800語とかの学校が多いかなという気がしますが、800語から1200語ぐらいのレンジで志望理由書を書いてくださいというような学校が多いかなと思います。で、今回ご紹介する学校の中ではプレゼンテーションがあるような学校っていうのは慶応の SFC の AO グローバルと AO 国内ですねの入試しかないんですけれども、一応ですね、面接の時にプレゼンテーションを要求されることがあるので、まあ、攻め方が大体3パターンあるかなと思っておりますので、ちょっと簡単にご紹介を差し上げます。まず一つ目はですね、これまでの取り組みをアピールするという形です。志望理由書で将来計画っていうのがこういうのがあって、4年間でこういうプロジェクトをやりたいんですっていうような話をしているので、それに興味の方針が沿っているような高校3年間での縮小版のプロジェクトですねを話す。例えば課外活動としてこういうことをやりましたとか、こういうことに興味があります。例えば授業でなんか自主課題研究みたいなことがあった際に、これの縮小版みたいなプロジェクトをやりました。大学ではこの拡大版というか、さらにこうなんか大きくしたプロジェクトっていうのをしっかり取り組んでいきますというような、自分が何をしてるかはっきり把握しているよっていうようなことをアピールするような方がこれですね。次はですね、趣味とつなげる方、特にこう学際的な興味を持っている生徒さんに多いかなと思うんですけれど、例えば自分の趣味と学術的関心っていうのをつなげて伝えるっていうことができるといいかなというふうに思ってまして、過去にやった生徒さんだと都市計画に興味があるよっていうような生徒さんがいたんですけれど、こう都市を計画するっていうデザインの面と、写真を撮るっていう趣味があって、写真と散歩っていう趣味があって、その写真を撮ることは構図を考えることとか、そういうデザインとつながってるよねっていうことで、このデザインっていう面でつなげて、趣味と学術的関心の両面からしっかり自分っていう人間像、こういうことに興味がある人間性なんですっていうのをアピールするようなプレゼンを作ったりはしましたね。で、あとはこれはちょっと一番難しいかなと思うんですけれど、4年間の詳細な研究計画がしっかりと立てられている、もう本当に高校の時からしっかりと自分のやりたいことっていうのに取り組んでて、もう何がこう大学で起こるか具体的にイメージができているような生徒さんですねは、まあ、詳細な研究計画っていうのを志望理由書で書けなかった分っていうのをこうしっかり書いてで提出するっていうのもありかなというふうに思っています、というような3つの攻め方パターンがあるかなと思っておりますので、この辺もですね、ぜひ参考にしていただければと思います。